鳥が描かれたコリント式スキポス。紀元前740年から730年頃。ルーブル美術館重装不評が描かれたアッティカ式、スキポス。紀元前490年から480年頃。スキポスは古代ギリシアの陶器の一種で、取っ手が2つついた深めのワイン用主配であり、臨場の脚部がついている場合もある。取っ手は、円から水平に突き出た耳のような親指を通す。 穴のあるものや低い位置から立ち上がっている形状のもの、縦にループ状に突き出ているものなどがある。特に、グロックスと呼ばれる形式のスキポスは、一方が水平でもう一方が垂直な取っ手になっている。初期のスキポスは、幾何学様式時代から作られ始めた。コリントスで生まれ、アテナイが追随した。装飾の様式は、時代とともに変化したが、形状は変わらなかった。 貴金属製のスキポスも作られている。例えば、ウォレンカップと呼ばれる銀のスキポスがある。ゲティ美術館には、ローマ帝国時代のカメオグラス製スキポスがある。取っ手のある手配の形状には他に次のようなものがある。クラゲの分類名である、バチムシズナは、スキポスに形状が似ていることから、このように命名された。また、サーカサイファも、形状から、そのように命名されている。 ありがとうございます。